いい加減吐いたらどうなんだ。一連の連続窃盗事件全てお前がやったんだろ。だから知らねえっつってんだろ。知らばっくれるな。現場付近ではな、お前の目撃情報が上がっているんだ。知らねえっつってんだろ。嘘つくな。お前が強盗を働いたコンビニの近くの交差点で重そうな荷物を抱えたおばあちゃんをおぶっている姿を見たって人がいるんだよ。だから俺じゃねえよ。そうか、ならば先月河川敷の資材置き場から銅線を盗んだのはお前だな。俺じゃねえよ。嘘つくな。現場の防犯カメラにはな、お前の姿が映っている。今度は見間違えなんて通用しないぞ。俺じゃねえよ、見間違いだよ。とぼけるな。お前が銅線を盗んだ後、川で流されて溺れている子犬を助けている姿がしっかりと防犯カメラに映ってるんだよ。その後、びしょ濡れの姿でバスに乗ったお前から席を譲ってもらったというお年寄りからの証言も得ている。そしてその後、拾った財布を交番に届けているが、全て裏が取れているんだ。つまりだ、お前が銅線を盗んだ犯人なのは明らかだ。ああそうだよ、俺がやったんだよ。それを何がいけねえっつんだよ。逃げてる途中でいいことをするな。何なんだお前は。ものすごくややこしすぎる。お前の目的は一体何だ。俺が悪いんじゃねえよ、社会が悪いんだよ。散々買い殺して、いらなくなったら捨てられて、こうするしかなかったんだよ。仕事をクビになり、お金がなくなってのことか。だがしかし、間違ったことをやったというのは分かってるんだろ。知らねえな。何だと。どういう理由であれ、お前がやったことは歴史とした犯罪だ。川で犬助けるのがなんで犯罪なんだよ。今ワンちゃんの話はしていない。ほら、ややこしくなっただろうが。いいか、犬を助けたのはいいことだよ。当たり前のことをしただけだよ。それは素晴らしい。だがな、そんなお前がなんで窃盗なんかやったんだ。パチンコに行く金が欲しかったんだよ。クズなのかクズじゃないのかはっきりしろ。正直やりづらいんだよ。それより、あの犬や交差点で倒れていたばあさんは無事だったんだよ。ああ、犬の飼い主とおばあちゃんからお前に一言礼が言いたいと署の方に問い合わせが来ている。礼なんかいらねえよ。俺はただ人として当たり前のことをしただけだよ。もうどういうつもりで言ってるのそれ。人としてやっちゃダメなこと、お前もうすでにやってるからな。まあいいや、今日はそれが聞けただけでもよかったよ。まだ終わってないぞ。なんだよ、もう全部喋っただろ。お前にはまだ聞くことがある。商店街での老人を狙ったひったくり事件、これも全てお前の仕業だな。知らねえな。嘘つくな。お前がひったくった金を ATM に入金している姿が防犯カメラに映っているんだ。俺じゃねえよ。その際お前は振込詐欺に引っかかっている老人を一人助けているな。俺じゃねえよ。いいや、お前なんだよ。なぜならな、その老人は俺のおじいちゃんだ。決して見間違えなどではないと言っていたぞ。ほっとけなかったんだよ。一生懸命貯めたお金を騙し取られて。老人はこの国の宝だよ。老人からひったくりをしたやつがなぜそれを言える。そう思うんだったらなんでひったくりなんかやったんだよ。競馬に行きたかったんだよ、このクズめが。だがおじいちゃんの件はありがとう。なあ刑事さんよ、俺のしたことって間違ってたのかな。ああ、いくらいいことをしたとしても、その後犯罪を犯してしまったならば、それは全て無意味なことなんだ。じゃああの犬も老人も助けなきゃよかったのかな。だがしかし、お前はそれをできなかった。つまりだ、お前はまたやり直せる。しっかりと罪を償って出てこいよな。ありがとう刑事さん。俺罪を償ってまた人のお金で競馬やパチンコ行くよ。ギリギリクズなんだよな。いらっしゃる。あ、牛さん、牛っす。あ、いや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 、あ、ちょっとさ、新作の服が待ちきれなくてさ、昨日の今日で寄らせてもらったんだけど、まだ入荷してないか。そうっすね。てか牛さん、昨日買ってくれた服早速着てくれてるんですね。あ、まあね。あ、どうかな、この合わせ方合ってるかな。バッチリっす。マジに合ってますよ。本当に。
いやちょっと T シャツで1万2000円はさちょっとビビっちゃったんだけどさ買ってよかったよ。いやマジマジとっすよ。本当に？うん、あでも今日からこの番号セールなんでよかったら見ててください。ああワゴンね。なるほどね。あのさ、ちょっといいかな。なんかいいのありました。よかったら試着室。ああ、試着とかはいいんだけど。あのさ、これ俺昨日買ったやつだよね。いや、マジにやってますよ、しこしさん。ああ、ありがとうありがとう。50% オフになっている。今日からセールなんすよ。なんで昨日教えてくれなかったんだ。どうしたんすか。いやさ、俺たちって結構仲いいよね。ええ。いや、この前もバーベキュー来てくれてスタッフみんな喜んでくれてましたよ。あ、本当に、はい、あ、それは良かったよ。いや、なんつうか牛越さんには感謝してもしきれないですね。だったらセールのこと言えよ。ええ、じゃなくて、だったらなんで昨日セールのこと言わなかったの。あ、だってセール今日からなんで。いや、そういうことじゃないんだよ。俺さ、この店のスタッフってなんかもうみんな友達みたいに思ってるんだよね。あざます、うん、いや、うちのスタッフも牛越さんのことみんないいお客さんだって言ってましたよ。いいお客さんなんだ。それって何、不渡客だって思われてるってこと。あ、いや違いますよ。もちろんお得意様ではありますけど、うん、あくまでも大切なお客さんなんで友達とは一線引いて接さないと。ああ、そういうなんか何礼儀的なこと。あ、いやいや、そんなの全然気にしなくていいってばさ。俺なんかもうタメ語で話しかけてもらって全然構わないから。本当ですか、うん、とか言って急にタメ口聞いたら怒るとかやめてくださいよ。いやいや、怒んねえよもうさ。あ、じゃあさ、次の休み一緒に飯でも行かない。ああ、今度の休みロスに服の買い付けに行くんですよ。うん、あ、そうなんだ。あ、じゃあさ、俺も一緒にロス行っちゃおうかな。マジっすか。うん、それでさ、向こうで一緒に服見ようよ。あ、いいっすね。うん、うん、あ、でも自分結構一日中ハードに服屋巡りするんで、うん、ちょっといつになるか読めないんですよね。あ、そうか。あ、じゃあさ、一緒に向こうで飯行こうよね。いいっすね。うん、うん、うん。あ、でも自分服の買い付け中に食う感じになるんでちょっと難しいっすね。あ、そうか、忙しいもんね。あ、じゃあさ、一緒に帰ろうよね、帰り。あ、いいっすね。あ、じゃあ空港の近くでコーヒーでも飲みますか。あ、いいね。うんうんうん、いいね、うん。あ、でもあれだ、仕入れが終わってから帰る感じなんでいつになるか読めないんすよね。あ、そうか、じゃあ結局難しいかな。うん、あ、じゃあこうしましょうか、うん、別々にロスに行って、うん、別々に服屋巡って、うん、別々に食事して、うん、別々に帰ってきましょうか。それも別々の旅行だよ。なんなの君は。さっきからさ、そんなに俺と一緒に行動したくないの。いや、じゃあさ、一緒に来週の休み飯行こうよね。あ、じゃあ、うん、明日、うんうん、飲みに行きます。え、いいの。はい。あ、いいね。来週、じゃあ明日ね、じゃあ行こうよね、うん、じゃあ牛越さんが明日ここに来てもらって、うん、なんか買ってもらって、うん、で店閉めたら飲みに行きましょうか。それアフターって言うんだよ。アフターって何ですか。いや違うんだよ、そういう店のこと関係なくプライベートで君とどっか行けないかなって言ってるのね。なんでですか。なんでですかって、そうやって疑問を持たれるためにこっちは傷ついてるんだよ。大丈夫ですか。俺はね、君と友達になりたかったの。イケてる服屋の店員さんと仲良くなってね、最終的におしゃれなバーとか行きたかったんだよ。わかりました、息子さん、友達になりましょう。え、いいの。いいの。大丈夫です、はい、やったー、友達になったよ、うん、じゃあこれからは友達っていうこと。うんうんうん。あ、じゃあさ、これって服、ボトムス何合わせたらいいと思う。知らねえよ、自分で考えろよ。どうした。ちょっとこれからの季節さ、ちょっと上着とか厚手のやつ1枚持っておきたんで。仕事中だよ、話しかけんなよ。どうしたの。あ、ちょっとじゃあ、この辺の服とか見ててもうるせえすんだろ。いや、お前が来てから1枚も畳めてねえんだよ。ずっとこうやってんじゃねえかよ、俺。何やってんのかと思ってよ、さっきから。あー、もう今月ノルマもやべえしな。友達だろ。金くれよ、金。友達だから金くれよ。こいつの友達から一体どうなってんだよ。外面だけ良くて付き合ったら豹変する、一番付き合っちゃいけないタイプの男だったよ。店で叫んでんじゃねえよ、早く金くれよ。いいから。いや、店員と客の関係で。
牛越さんマジにやってますね。よし、この店二度と来るのをやめよう。はい、どうもありがとうございました。いやありがとうございます。うわぁ、すごいね、すごいね、すごいよ、もう本当にもう前人が過ぎるよ、皆さんが本当に、ね、本当にね、もう世界中が皆さんだったらもういい世の中になるのにね、本当にね、年末に銀河投資のライブ来ないよ、普通は。うん、ね、真っ先に省くとこだよ。そうだよ、不要不急の最たるもんだから。でそのために年末に、年末って言ったらね、忙しいからって断りやすいじゃないですか。だから年末にしてるのに、ちゃんと来てくれると。素晴らしい。以上です。はい。はい、それではありがとうございました。銀河鉄道999-2021でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。